学校法人学習院は日本の学校法人。期限は人工天皇が校歌4年に京都御所内に設けた教育機関学習所。その後、家族のための学校として明治10年に神田西町にて学習院として開校。学校法人学習院ではこの年を学習院の設立年としている。明治17年には管理学校となるが、 昭和20年以降の戦後になると完成が廃止され、財団法人学習院を経て、現在の学校法人学習院となり、私学として継続することとなった。校歌4年3月、京都に久への教育機関として開校した当初は、学習所と称したが、1849年4月に、公明天皇より学習院の直学が可視されて、正式名称となった。この名称が、 論語冒頭の学事自習の不また化に基づくことは疑いないとされている。学習院大学、学習院中、高等科、学習院女子中、高等科、学習院幼稚園等、還元項目も参照管理図学校時代の学習院の歴代委員長は学習院の当該説を参照学校法人学習院の同窓会組織として学習院を有会がある。 それまで皇族は、官例として学習院に通学していたが、大正15年12月に、皇族修学令が交付され、学齢期に達した皇族の学習院、女子学習院への修学が正式に定められた。皇族男子は別寮に寄宿していた。1971年8月7日、学習院初等科の6年生が、学習院沼津遊泳場で合宿中、88人が、 軽い食中毒を起こした。この中には広宮が含まれており、すぐさま皇太子への連絡が行われたが、学校のことは学校に任せてあるからと言われただけだったという。創立の経緯から天皇や多くの皇族が幼稚園から大学までを過ごす学園として全国的に知られている。かつては皇族は学習院に入ることが不分立となっていたが、 近年は学習院に入学しない皇族も見られるようになった。例として、つぐこ女王が、早稲田大学へ、あや女王が、情勢国際大学へ、ま子内親王が、国際キリスト教大学へ、久さひ親王が、お茶の水女子大学附属幼稚園から、同大学附属小学校、中学校へ進学するなど、2008年以降に4名が学習院以外を入り、 進学先にしたことや、一旦学習委員大学に進学した過去内心脳が、国際キリスト教大学への入学等のために、中途退学したことに伴い、一部のテレビメディアや、週刊誌などで、皇族の学習委員離れが報じられるようになった。これに関して、当時の委員長、畑野幸夫は、学習委員は宮様に適した学校であるし、そうであり続けなければならない。しかし、 個々の宮様には、それぞれの希望があり、ご家庭の教育方針もあるから、私の方から学習院に来ていただきたいとお願いはしない。とコメントしている。愛子内親王は2020年4月より学習院、大学文学部日本語日本文学会進学した。天皇は2020年2月21日、誕生日を前にして行った記者会見において、 学習院女子高等科を卒業される愛子内心脳の進度について今日学校側から愛子が希望していた学習院大学文学部日本語日本文学科への合格通知をいただきました。進度については本人から私たちにも相談がありましたが本人の意向を尊重しながらできる範囲での助言をしてきたつもりです。希望の進学先に進めることを愛子はもとより 私も雅子もとても喜んでおりますと述べた。ありがとうございます。